4年サイゼリアでバイトしてるけど何か質問ある？書ける範囲で。ロボットに仕事奪われる気持ちはどう？ど田舎だから特に何も。なんか自分のためになったことある？人間観察好きになった。持ち帰りのオリーブオイル1日何本くらい売れる？多くても3本、1本も出ない日が普通。都会の方はどうなんだろ？底辺局近くないのになんで続けてるの？学校の目の前だし、別のとこ行くのも面倒で。マジ基地客多いでしょ？案外よ。むしろ田舎だからじいちゃんばあちゃん多い。どれが一番うまいのよ？なんだかんだ言ってドリアが安定でうまい。あと、初めてプロシュート食った時は感動した。なんかお得な情報教えて。時間かかるけど、辛味チキンをよく焼きにしてもらうと結構味変わる。まかないとか従業員割引とかあんの？従業員割引はある、従業員専用のまかないとかはないかな。ベテランパートさんとかは、オリジナル料理作ってたりするけど。オリジナル料理はコンプラ的に大丈夫なの？一応メニューに載ってるメニューを組み合わせて作ってる感じ。オリジナルとは言ったけど全然お客さんも再現可能。なるほど、それなら俺もドリンクバーでよくやるわ。オリジナルモクテル作るの楽しいよね。休憩中いつもやってる。グリーンピースとほうれん草のメニュー注文するやついるん？結構いるよ。10組いたら2から4組くらいは頼む。辛味チキンでかいやつじゃなく小さいやつ5個に戻せ。個人的にも同意。値上げしないとか言ってるけど、直輸入で仲介入らないから安いだけで現場にしわ寄せとかない？田舎だからってのもあるけど、時給むっちゃ安い。近くのサイゼはいつもチーズがほとんどない瓶がいっぱい置いてある。言えば新しいの持ってきてもらえると思うよ。これめっちゃうまいのになんで不人気なの？みたいなのある？今はもうないけど、シーフードパエリアってやつ。不人気ってわけでもなかったけど、もっとオーダー入ってもいいよなって思ってた。エスカルゴうまい？カビゴンみたいになってる。エスカルゴは匂いがきつくて苦手なんだ。ごめん。エスカルゴ匂いするか？ニンニクとバターの味しかせえへんやろ。ちなみにバターってマジのバター？それともマーガリン？言っていいのかわからないけど、お店の方では焼いてるだけよ。工場の方でパックされてくる。めんどくさいから頼んでほしくないメニューは？強いて言えばドピーク中に若鶏4、5枚とか入ると絶望感感じる。就職するの？就活しくじったらするかも。炭酸水無料で飲めるって知ってた？前はグランドメニューにデカデカと書いてあったんだけどね。ドリンクバーの隅っこに小さく無料としか書かれなくなっちゃった。いや、そもそもドリンクバー無料で飲んでもバレへんぞ。意外とバレてるぞ。この前エスカルゴ初めて食べたけど美味しかった。組み合わせたら美味しいってメニューのおすすめある？王道はプチホッカかな？エスカルゴとプチホッカで合わせて注文する人結構多い。まあ、メニューにもこの組み合わせ紹介されてるんだけどね。ありがとう、やっぱりホカッチャか。汁？オイル浸して食べるの美味しそうだけどパスタとか食べたいしって頼んでなかったわ。セットプチホッカっていう2個しかないやつあるから、いろいろ食べたいならおすすめよ。ありがとう、今度頼んでオイル浸して食べてみる。外食産業の気なみきつい時期だけどサイゼは生き残りそうだよね。バイト頑張って、いつも美味しいものありがとう。神様か？サイゼリアって有給とか社会保険とか着替えに給料出たりちゃんとしてんの？店によるの？てかすべて直営店だっけ？社会保険とかは学生アルバイターだしちょっとわからない。有給は出るよ、テスト期間とかに消化してる。ホールか？メインホール、最近はしぶしぶキッチンもやり始めてる、しぶしぶ。だるいわな、キッチン慣れるまでよくパスタ焦がしてたわ。勉強とかしていい？店長にもよると思うけど、個人的にはピーク中じゃないなら思う存分勉強してほしい。廃棄たくさん食べられる？廃棄とか出たら基本すぐ生ゴミエポイだから食えない。オーダーミスって余ったピザとかなら、昼食で通して食べたことはある。イタリアンジェラート持ち帰りまとめ買いできる？イタリアンジェラートって持ち帰りできたっけ？もしかしたら、別店舗ではできるのかも？知らない、いつも家にストックできたらいいのにと思ってる。さらにそのまま持ってるんじゃなくて紙の入れ物に入ってるからできないのかな？と思ったから聞いただけ。なるほど、理解。そういえばなんでジェラートの持ち帰りできないんだろうな。明日聞いてみるわ。記号とかも覚えちゃう？一桁台とよく出るメニューならある程度覚えてくる。いいな。俺もサイゼ上級者アピールしたくてメニュー開かずに記号いきなり書くとかしたいわ。メニュー見るのもワクワクして楽しいよ。あと、間違い探しとか。あれ、答え送られてきてもわからなかったりするし。若鶏のディアボラ風は玉ねぎ刻んだの別盛り後乗せになったのなんで？確か作る人によって量の偏り減らすためとかじゃなかったかな。ごめん、覚えてない。プロシュートをマルゲリータに乗せて食べるとめちゃくちゃうまいの知ってた？一時ハマってやってた。マルゲリータピザ、プロシュート、イタリアンジェラートの組み合わせで休憩中食ってた。ドリンクバー注文せずに炭酸飲んでもいいの？炭酸水はスパークリングワインで飲みたい人向けに無料になってる。2年くらい前のグランドメニューには、ちゃんと書いてあったのに今はドリンクバーの機械の隅っこに。いつもデカンタ頼むんだけどあれなんであんなうまいの？まだ20行ってないから飲んだことないんだ。やっぱサイゼのワインって美味しいの？変にスーパーで買うよりうまいし何より冷やされてるのがいいね。なるほど、そこなのか。ラコンブリッコラって飲んだことある？あれはどんな感じなの？デカンタ以外飲んだことないから答えられなくてすまんだけど甘いんだろうなとは思う。今度飲んでみるわ。ちょこちょこデザートと一緒に注文する人がいるんだよね。よかったら感想教えて。サイゼリアについてはよく特集なんかでキッチンの感覚やら掃除のやり方やら
皿の持ち方から何から何まで計算されてるとか言ってるけど、実際現場でオペレーションやっててそういうの感じる？それとも結局忙しい時はそんなん無視してバタバタしてる？なんだかんだ言ってマニュアルの持ち方だったり掃除が一番効率的だから、基本そうしてる。小さい頃からよく言ってるからサイゼのメニューめちゃくちゃ好きだぞ。若鶏のディアボラ風と小エビのサラダが一番好きでよく頼む。苦労して作ってるの初めて知ったわ。味わって食べるわ。小エビのサラダマジ美味しいよね。若鶏は生肉の状態から加熱していくからどうしても時間かかっちゃうんだ。最低でも約10分以上はオーブンの中にいるから、お客さん待ちくたびれてないか正直そわそわしちゃう。オーブンからの調理だったのかすごいな。待つの平気な人もいるし短気なやつもいて大変だよな。デザートもうまくてコスパいいからいいよね。何ランク狂う？もしかしてバイトしてた？三大洋学生アルバイターだし。ピザ窯とかってあんの？ベルトコンベヤーに流すイメージだけど合ってる？それとドリアはどう温めてるの？デザート、パスタ、サラダ以外はほぼジェットオーブン、ドリアもオーブン、ピザもオーブン。ジェットオーブンってベルトコンベヤーのやつ？そうそう。ドレッシングだけ買いに行っていい？もちろん、この前5本買って行ったおばちゃんいた。何に使うかはマジでわからない。ペペロンチーノどんな作り方してるの？麺は茹でてないよね？ちゃんと麺茹でてるよ。麺まずいから、レトルトみたいのかと思ってた。たらこ屋や生臭い。ペペロンチーノはコンビニより下。確かにたらこちょっとたらこの匂いあるよね。家でやるときも、混ぜるときにたらこに熱入りすぎると生臭いのよ。バターやレモンで臭み対策してくれればいいんだけど。ミラノ風ドリアって冷凍してあるの送られてくんの？仕込みはお店でやるよ。ピザは出てきたやつすぐ食うと結構いけるね。溶けたチーズが好きなので。ピーク中とかで絶対に冷えたやつ嫌だ。って時は、よく焼きでってためのば確実に温かいまま来るよ。そういうオーダーあるのね。今度やってみよう。注意してほしいのは最低でも5分くらいはオーブン突っ込むから、すぐ出てくる前菜つまみながら待った方がいいかも。はい。あと頼めばチーズ4倍とかってやってもらえるの？メニューによるな。メニューにないチーズ増量。ピザはダブルチーズってあるけどその2倍を頼みたい。ピザか、記憶が正しければトッピングチーズの枠がオーダーキーにあった気がするけど、4倍チーズしたらデロデロになると思う。多分、店長とかに断られるかも。次サイゼリアスレ立ってたら語るわ。ありがとう、その時はよろしく。原価管理厳しそうだから、つまみ食いとか店長気いってなりそう。つまみ食いできる場面がそもそも少ないからな。意外とオーダーミスとかお客さんの書き損じとかあるから、ロス自体は毎日一定量あるよ。ムール貝のやつ好きなんだがいつ行っても大ぶりで刻んだ野菜が一定量あるよな普通は。以前、閉店1時間前に行ったら貝は小さくて香味野菜もちょびっとでびっくりしたわ。こんなことあるん？多分だけど、キッチンの締め作業前の段階で、野菜ペーストの新しいやつ開けたくなかったのかな？どう考えてもおかしいってやつは店員さんに言ってもいいと思うよ。今の時代ツイッターとかで拡散した方がダメージと周知徹底してくれそう。まあ SNS やってない俺にはそんな影響力ないんだがな。個人が力持ってる時代だもんね。ただ、バイトの顔勝手に晒すのはご勘弁願いたい。この前 JC が TikTok のライブやって映り込んでしまったよ。俺の事例で仮にやるとするなら料理だけ写すかな。バイトに罪はない。指導が至らない上司、ひいては会社の責任だし。今の若い子怖いよな。平気で写して平気で SNS に上げるし。バイトに罪はないってのを理解してくれるてるだけで、本当にいいお客さんなんだなって。がっつり写り込んででも止めもしないし、なんだったら料理来たって笑いかけてたよ。もちろん、バイトテロとかは別だけども。サイゼリアで働いてるけど質問ある？やってみたかった。何でも答えるよ。ゲロみたいな匂いの削ったチーズあるやん。あれの削る前のやつ食いたいんやが買えんか？シェフサラダにかかってる削りたてペコリーノチーズのことかな？あれ毎回削るのめんどいんだよな。どこかスーパーで似たようなチーズ探してくれ。手取りいくら？6万ちょい。バイトだが時給と仕事が見合ってない。店長いい人？社員割引ある？店長は Y が働き始めてから3代目やが史上最低最悪のゴミや。43の独身ってので察してくれ。うせやろ、あんな客層底辺なところでよく働こうと思うな。煽り抜きでなんでそんなとこ行こうと思ったんや。他にまだマシなところあるやろ。ところがどっこいサイゼは外食チェーンの中じゃ待遇的にかなり勝ち組の部類に入るんだよな。フリーターのバイトで2年働いてるが、家から近くて友達働いてたから、客層はそんな悪くないで、まあ田舎の老人多い町だからかな。都会のサイゼは客層悪そうなイメージだわ。安いなりにピザがそれなりに好き。美味しいよな。聞かれてないがおすすめは野菜とキノコのピザ。最近ピザ生地変わったよ。あの価格なら十分美味しいな。野菜とキノコはいいな。いつも野菜ソースのハンバーグと一緒に食べて、満足感を得ている。野菜ペーストうまいよな。あの匂いにいつも腹すかせながら仕事してるわ。プラス100円でペーストだけ注文できるのでよろしく。普通にマルゲリータ安定やと思ってたわ。分煙化してない店まだ多そうやし匂いきつそうやな。野菜ピザ頼まれると、うまいの分かってんな。って思う。マルゲは人気ナンバーワンとか書かれてるが本当はパンチェッタピザが一番出てる気がする。キッズメニューの間違い探しすこ。サイゼの間違い探しの本出るらしいからよろしく。一つだけ答えわからないから答えありませんか？
ってたまに聞かれる。答え多分全店舗用意してるから聞いてくれたら出すよ。あの間違い探し子供に見つけさせる気ないやろ。レベルが鬼畜だな。大人も必死になって探してるの見ると微笑ましい。全面禁煙やめさせることはできないんか？結構常連様からも悲しい声上がってきてる。禁煙者の働いてるものとしては喫煙席のオーダー取るときとか煙たくてうんってなるから、全席禁煙はありがたいんだがな。まあ正直飯食ってるときにタバコの匂いすると、食欲なくなりますし。ワイも喫煙者だけど、禁煙席座ってる。そういう喫煙者の人もおるんだな。こっちも早く去りたいから、どうする？食べる？って注文に悩み出す客にはイライラしてしまう。一番面倒いメニューって何？なんだろ、みんなオーブンに突っ込んで出てきたらもう料理出来上がってるからな。あ、リブステーキかな。ピーク時にリブのオーダー来たら殺意湧いてるよキッチン。はい、今度ピーク時にデブ仲間と10個くらい頼んだろ。キッチン通常2人で回してるんだが、隣のサイゼは知らん。ただでさえ忙しい上でリブ10来たら誰かもう1人キッチンにフォロー入るレベルだわ。エスカルゴのなんとか焼きって作るの手間かかっとるんか？エスカルゴは冷凍されてるエスカルゴを容器にポンポンって入れます。オーブン入れる。出てくるのを皿に乗っけて提供。いつもマグナムボトル注文して酔っ払ってすまんな。いつもありがとう。楽しく飲んでくれてそうなお客さんは好きよ。悪絡みすらしてこなければ。ちなみに間違い探しは立体視できるようになるとぬるげやで。常連臭がするで。サイゼ全部冷凍ってま？ほぼほぼそうだな。パン類もそうだしだから安い。パスタソースも冷凍のものもある。ちなみにパスタはレンチンやないで。じゃあ、マルゲリータピザからミチキンミラノフードリア。ザ、王道メニューばっかりだな。それにプラスタラコソースシシリーフ入れたらさらに王道メニュー。ドリンクバーで座ってごめん。うるさくなかったら座ってくれて全然ええんやで。ゴミが散乱してなければ嬉しいし助かる。リブステーキは焼いているから高いのか。オーブンに入れてからはあとはひっくり返してソース乗っけて出すだけだからいいんだけど、オーブンに入れるまでが他の料理より手間がかかる。おすすめメニューは？野菜ソースってどんな味？玉ねぎやらニンニクやら入ってるペーストやで、酒飲みそうな人大体頼む。あれ食べたお客さんの口臭はすごい。味は、ニンニク。ワイもおすすめ聞きたい。ランチでいい感じに食べれるパスタ教えて。ランチメニューのほうれん草のスパゲティとアラビアータはおすすめ。ランチサラダとランチスープついてワンコインです。グランドメニューならタラコかトマトクリームスパゲティかな。イカスミは臭いから？おお、ほうれん草のスパゲティとアラビアータやな。3月。サイゼリアってツイートしたら本家が、サイゼリアです。ってしゅばってきてビビったんやが、あれは本部の方針なんか？公式アカウントじゃないからただの暇人からだなそれ。は、あれ公式じゃないんか？紛らわしいな。ツイート通報して辞めさせた方がいいで。絶対に働いてるわ。働いてたバイトか社員の暇人からだな。ブロックするに限る。たまにサイゼ飲みとか言って騒いでる同期いるけど、そういう奴らどう思う？お一人様にワインピッチャーで出してる時点でお察し。アルチュー製造工場やで。生ジョッキだと機械で勝手に入れてくれるから手間かからんし売り上げ稼げると店長に焼けながら言うてたわ。毎回騒いで飲んでるけどすまんのか？隣のテーブルナンパするの楽しいねん。ナンパ？周りの客が嫌そうな顔してなかったらまあいくらでも騒いでくれて構わないんだ。ただ他の客が迷惑そうにしてても祝状来たりしたらそれを伝えに行くのはしらやから言いにくいし辛いんだな。草生やすのはよくわかりませんが、店内入ったらぐるっと見回して、女子大生とかのグループがいるテーブルの横につけてもらうようには頼んでるわ。田舎の店舗やからか2年働いててナンパしてるお客さん見たことないもんで、案内の人も大変だな。まずなんて声かけるの？飲もうよって普通に言うかな。で、少し場が温まってきたら、最近君のフォカッチャはどう？って感じで徐々に探り入れてく。オッケー出たら近くのホテルやな。フォカッチャだっけ？騒がず飲んでくれるなら、ただアルコール注文多いとめんどくせえな。あと追加注文はせめて4回までにしてくれと切実に願う。何回もオーダー取るんめんどくさいからな。サイゼとバーミヤンはファミレスのみの余裕よな。ワイはソロだけど。エスカルゴほんと好き。あとチーズ増やしたピザも好き。エスカルゴ一番いい匂いさせながらオーブンから顔出してくるメニューだよ。ダブルチーズで頼んだピザにプラス100円でチーズ追加できるから、そしたらもうチーズ食べてるみたいになる。サイゼまた行こかな。ありがとう、ぜひ。最高の接客するんで。気使ってなくてレンチンなんやろ？レンチンだけで提供してるのはハヤシライスだけかな。スパも鍋でちゃんとソース絡めたりなんやらしてるし。サイゼの唐辛子振りかけるやつめっちゃ好きやで。タバスコは確か市販で売ってるけど、あのフレークは市販じゃないよな。ちなみになくなったら大量にフレーク入ってる袋から容器に移してます。これ販売してくれへんやろか。やっぱ売ってないんやな。売り出したらきっと需要あるから中で意見あげてえや。店長ですらも意見あげたところで上には通らなそうだが、オリーブオイルとかドレッシング販売してるならフレークもありかもね。あの唐辛子フレーク絶対売れるで。以上です。皆さんはサイゼリアについてどう思いますか？